ときめきと真逆のダラダラスマホ時間が片付きません。こんまりさん、何か対策してますか？ダラダラスマホ時間、そう、本当に時間奪われていくんですよ。対策としてはおすすめなのは2つ。1つは実際にどれくらい自分が1日にスマホを使っているのかっていう時間をちゃんと自覚していくこと。それをしてると本当に時間無駄にしてるっていうのがはっきりしてくる。ご説明します。で、もう1つ目はこれね、シンプルに電源切るっていうことですね。私もね、もう夜とかちょっと見始めちゃうとどうしても時間が長くなっちゃうので、例えばね、お皿を洗い終わった後なんとなくスマホ取っちゃう時とかあるじゃないですか。そうしたらもうその場ですぐにもう電源を切ってしまって置いてしまう。で、そこから1日を過ごす。これだけで1日のときめく時間がずっと増えていきます。